團十郎12月28日生放送テレビ出演、市川團十郎白猿。いつも私の拙い動画をご覧くださって心より感謝します。下手な動画ですが、下手なりに心を込めて一本一本作成してまいります。チャンネル登録していただきますと動画作成の励みとなります。どうぞよろしくお願いいたします。歌舞伎俳優の市川團十郎さんが27日自身のブログで、12月28日日本テレビの生放送に出演することを綴った。28日團十郎さんは28日のタイトルでブログを更新し、私も出演させていただきますとコメントした。こちらの記事によりますと、12月28日の水曜日の夜の7時から4時間30分の生放送、発表今年一番聴いた歌に出演されます。そうそうたるメンバーですね、市川團十郎さんが出演されます。各界を代表する豪華なゲストがアワードをさらに盛り上げてくれますというふうなことですね。さらに團十郎さんは自身のツイッターでもツイートされております。28日水曜日のですね、夜7時から生放送でございます。非常に楽しみですね。この投稿にファンの方から「それは楽しみです。4時間半ずっと出られるのですか？生放送出演されるのですね。楽しみ。お腹いっぱいになりましたか？気をつけていらしてね。楽しみにしてます。何時頃か分かると嬉しいです。教えてください。などと多くのコメントが寄せられていました。発表今年一番聴いた歌、生放送出演します。28日の夜7時からです。市川團十郎白猿。